マグダレーナ川はコロンビア西部を流れる全長1 5 4 0トルの川である。コロンビア西部を南から北に向けて流れカリブ海に注ぐ。川の名前は新約聖書の外典マリアによる福音書などに登場するマリア・マグダレーナに由来する。下流域の大半は航行が可能になっている。源流はコロンビア南部のウイラ県にありアンデス山脈が 中央山脈とオリエンタル山脈に分かれる、付近とされている。その後、マグダレーナ川は二つの山脈の間を北東に、向かって流れ、バランキージャでカリブ海に達する。ランドサットによるマグダレーナ川の三角州の写真1980年代、世界的な麻薬密売組織の一つであった、メデジンカルテルの資料パブロエスコバルは、川沿いのプエルトトリュン4に、 施設動物園を開設した。彼の死後、動物園は当局により解体されたが、その中で4頭のカバは、運搬が困難などの理由で放置、自然条件下で個体数を増やした。このカバは、2034年には、最大1400頭前後にまで増殖すると見込まれて、おり、マナティなどが住む、自然生態系の破壊や人間が攻撃される、被害像などが予測されている。 2021年現在、個体数の調整の是非が地域の中で議論されている。ありがとうございます。